え皆さん、こんにちは。70歳前半サラリーマン OB による西洋哲学入門の76回目をさせていただきます。えー、すいません、ちょっと間を空けてしまいましたが、えー、今まで3回続けてきましたニーチェの4回目ということで、えー、今日でニーチェは終わりたいと思っております。それでは内容に入らせていただきます。 11番目に彼の言葉で力への意志というのがあるんですね。超人。超人には力への意志が備わっていると。力への意志というのは、言い方が変えると自分を肯定する力ですね。それから自分への確固たる自信なわけです。 そして、英語会議の虚無感を受け入れる勇気のことを、これを彼は運命愛と呼びます。そこで、権力への意志っていうのは、可能性への意志だというふうに言います。何か権力というとですね、なんか怪しげな感じがいたしますが、これは能力への意志とか、 可能性への意思と読み替えてみていただきたいと思うんですね。ですから、権力への意思を単に政治権力だとか国家権力への意思というふうに理解するのはちょっと短絡,短絡的な見方なんですね。まあ、権力への意思の内実の例としてはですね、自分が子供の時にですね、 ようやくこう自転車に乗れるようになった場面のことを皆さん思い出してもらうと分かりやすいと思うかもしれませんでこの時の子どもその当時の自分はですね自転車を自分のコントロールのもとに置いてですねそれをある意味で支配をしているわけですでこのように困難な問題や 課題にぶつかりながらもですねそれを乗り越えてできたと叫んだ時に私たちは快感を感じるのですね。ニーチェはこのことが私たちの性の本質であるとこう言ったわけです。イメージお分かりいただけましたでしょうか で12番目に、真の世界もルサンチマンが作り出したものということの表題ですが、ニーチェは、キリスト教の真の世界の概念も、権力への意志が作り出したものだと、こういうふうに言いました。キリスト教が、現世は仮のせいであり、本当の生は死後にやってくる、というようなことを言ってるわけですが、まあ、こうした見方は、 苦悩を与える世界に対するルサンチマンに由来するのですね。ルサンチマンは権力への意志の一つのあり方であり、それによって人は現世を否定されるべきものとして解釈するのです。しかし、それはですね、えー、まあ、以前にも述べたようにですね、 価値の基準を自分の外側に求めることであり、その価値によって高速化になり不自由さをもたらすのだけだというふうにニーチェは主張したわけですね。この価値に、その価値によっその価値の基準をそ自分の外側に求めることだということをちょっと意識して、えー、理解をしていただきたいと思うんですね。 で、ここで、まあ一応今日4回目なんでまとめとしてですね、まとめていますと、以上のことをまとめてニーチェの思想を現代的に解釈した結果をまとめてみましたということなんですが、私たちの世界に存在する信じるべきものは,も,は,も,のはもしかしたらウサンチマンかもしれないと。 でそのような自分以外の他者が作り上げた想像,想像上の物語に連続することはやめにしましょうと。ね。私なりの言い方をすれば他人の人生を生きることはやめましょうということですね。でも信じていたものを失うと、 人生に目的を見いだせないかもしれません。でも、英語会議の箇所で語ったように、そもそもこの世界には意味や目的なんてものはないんですでも、それだからこそ、それを受け入れた上で、これを彼は運命愛と言ったわけですね。受け入れて上で、 自分で自分自身の信じるものを規定して強く生きていかなくてはならないと。自分の価値観を持ってですね、それを信じて強く生きていなさいということでしょうね。まさに私流に言わせれば自分の人生を生きるということだと思います。でこのような思想は、没個性の時代と言われる現代においてもとても 刺激的に受け,られる受け取れる思想だというふうに私は思います。でまたですね英語会期の概念はキリスト教における終末感から見るとですねやはりそれに対するアンチテーゼとなってしまうので西洋社会では受け入れるのが非常に困難であったと言われています。 しかし、東洋ではですね、えー、廻と言いますが、いわゆる生まれ変わりの感覚を持つ方も相当数いらっしゃるんで、日本ではこのニーチェの思想がすんなり受け入れられました。まあ、哲学にあまり興味のない方でもですね、えー、ニーチェは知ってるよっていう方は結構多いですよね、日本人には,人にはですね。 確かに現代の日本においては、ニーチェの言うルサンチマンがあらゆるところに蔓延していると感じることが多いのも事実だと思います。それを捨て去って強く生きることは非常に難しいとも思われますが、時代は大きく変化しつつあります。で、まあ常に時代は変化するわけですが、 特にこの最近ですね、また大きな時代の変化を迎えているなという気がするんですが、ニーチェの提供してくれた問題意識は今まさに私たちに迫ってきているように思うわけです。で最後に私にとってニーチェということを簡単にあれしましたが、 ニーチェの作品では表現そのものに力があるので、かなり強い言葉を使いますね。それは、まあ、ニーチェが使っているのか、それを役者の方がそういう表現をしているのか分かりませんが、まあ、そうは言ってもやっぱりニーチェそのものが、やっぱりそういう力のある表現をしているんだと思いますね。ということで、その言い方が誤解を招くことが多いように思います。 しかし、えー、学問的な態度という面では批判があったようですが、まあそういう、そのなんかね、えー、誤解を招く表現を使ったということなんですがで、それを差し引いてもですね、やはり一人の人間として見ると、とてもこう誠実さとかですね、真剣さを私は感じます。 これは私も含めての話ですが、やや自己主張に欠けると言われるがちな日本人にとってですね、ニーチェはまさに勇気と力を与えてくれるものだというふうに思います。ちょっと余談ですが、あの、私は仕事からその、えー、労使関係だとかですね、 にこう触れることが多いんですが、やっぱり日本人っていうのはあれですよね、えー、控えめなんですよね。比較的義務はね、誠実に守る人はいるんですが、権利をね、主張する方って少ないんですよ。確かに、権利を使うか使わないかは、その、その方の勝手なんですが、 やっぱり場合によってはですね、正当な権利は主張していくんだということも必要なのかななんというふうに思うことは結構ありますね。だから、会社の仕事なんか、まあ今私はサラリーマンは OB ですが、やっぱり現役の時のことを考えるとですね、やはり少しでも自分の 考えを出していく。ね。そして自分の思う通りに仕事を遂行していく。ね。周りは、や周りに迷惑をかけちゃいかんとしょ。周りに迷惑をかけちゃいかんのだけど、そうじゃない限りにおいては自分を主張していく。たとえばそれが周りのから見てですね、えー、ちょっと異様に見えたっていいじゃないですか。それがやはりなんか、 自分の人生を生きるということなのかなというふうに思いますね。えー、まあそんなことをニーチェを読んでですね、えー、感じるところですねで。最後にいつものようにニーチェの名言を一つ紹介させていただきます。 最も後悔されること、それは自分に対する敬意の欠如だと。やっぱり、なんていうんですかね。うん、表現は違うかもしれませんけど、それを表面にお強く出すかどうかっていうのはその人のですね、あれによると思うんですが、やっぱり自尊心っていうかですね。自分も、 唯一の存在としてですね、この世の中に生きてるんだと。ね。いや、それは他人を悩がしにしろという意味じゃありませんよ。ね。1億2 0二三千3千万人の人間がいるならば、その中の一人として、自分、一人として、私なら私っていうのは一人しかいないわけですよね。ですから、あそれに対する、その、 自尊心だとか敬意を払わないでですね、どうするんだということだと思うんですね。いいじゃないですか、そんなね、立派なお屋敷に住まなくても、そんな豪華な食事ができなくたっていいじゃないですか。というと、三理解あれなんですけどね、要するに、自分、自分が生きてるというね、 えー、これをやってよかったなというね、一瞬を求めてですね、えー、生きていければいいかなというようなことで、えー、私はこの言葉を受け取りました、ね。それが自分の人生を生きることであり、自分に対する敬意だというふうに思います。えー、ということで、えー、今日で、今日は、今日でニ、えー、は終わらせていただきます。次回はですね、 これまたあの、ちょっと難解な哲学者ですが、ハイデガー、ないしハイデカーですかね、の解説をさせていただきたいと思います。まあ、彼についても何回かに分けてやらせていただくことになると思います。えー、ということで、今日もですね、高川サラリーマン OB の私のようなものの話をですね、えー、されどサラリーマン。 将来のある皆さんに聞いていただきまして、本当にありがとうございます。感謝しております。ご清聴ありがとうございました。えー、ですから、以下の2点はですね、えー、何か気が向いたらですね、一つよろしくお願いいたします。あ、それから最近、 最近ですね、ええー、まあ、この動画を元にしてですね、ええー、ちょっとあの、筋トレル本にチャレンジしております。ええー、表現としてはですね、ええー、高校倫理プラスアルファー、 の西洋哲学入門なんていうことをですね、言ってもう何冊か出してるんですが、えー、もう少しで完成するかななんて思っております。まあ、あの、だからといって、あそのうち紹介しますけどね、えーだ、だからといって、あの、買って購入するということ、まあこれはア,アマゾン、 三人は申し訳ない言い方になっちゃいますけど、買って購入するということじゃなくてもですね、なんか、アマゾンさんには読み放題っていうね、か、え、一ヶ月の会費があの、千円以下でなんか読み放題のシステムがあるみたいなんで、え、そうすればですね、いろんな本が読めるということらしいですから、 最近の若い人はよくそういうのを利用されているみたいですが、それで十分だと思いますので、えー、ぜひいい覗いてみていただければと思います。あのー、アマゾンの、あのー、ところで、えー、検索がですね、あれですが、まあ、小西義弘という形で検索していただければですね、えー 私が別にあの、出してる、労働関係の本と並んでですね、えー、紹介されてると思いますので、一つ覗いてみていただければ幸いです。それでは今日はこれで終わります。失礼いたします。